どうもエトリです。お願いします。野沢雅子のアンドロイドが出たぞ。アンドロイドだわお前。野沢雅子のアンドロイド怖すぎるだろお前。いや、ネンドロイドも怖えよ。なんであんな髪の真っ赤な黄色い背広の声優さんのネンドロイド出てんだよ、本当に。ネンドロイド？アンドロイドみたいな言い方すんな。それ、キムタクが昔やってたドラマだろ。いや、誰が覚えてんだ。懐かしいな。俺も見てないのに動き適当にやんな、本当に。はい、はい。そんなやつじゃないですよ。でもね、あ、そうなんだ。でもね、あの、未だに話題になってるのすごいね。なんすか？ WBC。ね、あカメラまたなんかやらかしたんですか？あの、ボクシングの WBC じゃねえよ、お前。え？今のでボクシングにたどり着ける俺も怒られんだよ、本当に。あ、そうなんですか。WBC 話題になってるのは、ヌートバー選手がね、金メダルお母さんにプレゼントしたと。なるほど。そう、お母さんがね、旦那さんがすぐそれ金庫にしまって、部屋に飾られて金庫にしまっちゃったらしいね。なるほどね。あの、河村隆から金メダル守ってるってことは、あの、すぐに金メダルをかじる人関係ねえよ、お前。はい、それこの前の名古屋市長の河村隆に、侍ジャパンの選手があの表敬訪問行った時に、金メダル首からぶら下げてたら河村隆なんて言ったか。その金メダル俺に近づけん方がええで、いや自虐ネタにするの早すぎるだろお前。早いね。自虐ネタ芸人の速さだぞ本当に。金メダルをかじるみゃん。あの川村隆しか使ってない、今の名古屋の人も使ってない誇張した名古屋弁、それを使うなよお前。どうもありがとうございました。